この動画は2021年4月20日に撮影されています。今から2年前ですね。撮影された動画は編集して YouTube に2年後に公開されるような設定でアップロードされます。今日は、お昼はストラテジットの立原さんが来られるのでお会いして、夕方からは庭でバーベキューという感じになっています。今日のランチはストラテジットの立原さんと一緒に地下へに行こうと思ってます。強く観光客に有名なお店で、コロナ前はアジアのお客さんが結構来てたんですけど、おそらく今はそんなにお客さんが来てないんじゃないかなと思います。国内の方が中心かな。旅行客でもない一般のお客さんが中心になってるのかなと思います。はい、すごい。それを早速買っている橋本さんもすごいです。ああ、そうだ、はあ、360度カメラで撮ったやつをYouTube とかにアップして、あ、すいません。あれ、ちょっと待ってください。大丈夫です。ありがとうございます。で、オキュラスのヘッドセットで見るっていうのはできますね。立原さんと昼食をとってすぐに帰ってきました。
今福岡市の LINE で送られてきたんですが、4月20日、まあ、本日ですね、本日から、5月19日まで県内全域において生活健康も維持に必要な場合を除き、日中も含め不要不急の外出、感染が拡大している地域との往来は自粛してくださいという LINE メッセージが来ました。福岡市の飲食店の皆様へ、4月22日こちら4月22日からですね、この5月19日まで営業時間を、5時から12時までの間とし、種類については提供時間を11時からオーダーストップは20時30分までとしてくださいとのことです。そんなのが始まりました。ラブラブかわいいのラブ。予約しないとダメなんですけど。あ、そうなんですか。毎日や。本当お邪魔だな。お邪魔します。何か手伝いましょうか。これでいい。そうそう、今日間違えられた。正解正解。ああなるほど。あ、そうやるんだ。あ、うん、違う違う。単なる友達。あ、すごい、うん。まるで赤ちゃんを赤ちゃんをね、あやすように。慣れてますねやっぱ。うん、やっぱりちゃんでやってるからな。それ何グラムですかこれ？これはまあだいたいいっちゃん一人分ですね。大きくなりましたね。3キロです。でも表面、うん、中までね。すごいな。どこを取ったらいいかわかんない。これやっぱセンスが出ますよね。岩。岩。岩。センスとあのやっぱデバイスの。デバイス。いやいや、ビーフ、チキンじゃないですよ、ビーフですよ。これ、だいぶ来てません。まだまだ。まだまだ。裏返したりとかいいですか？あ、裏返します。いい。あ、まだ。裏返します？これどこ行くんですか？どうや、ここにあるんですけど、これ1個でいけます？あ、確かに。結構重いですよ。1個ぐらいあった方が。炭用のやつで裏返す。この間もなんか、両手でやった気がする。で、ちょっとこう。
慣れてます。うまい。いい感じですね。これで何をしようとしたの？補助。補助。心元な。気持ちの問題。加工が釣りしてる人ないの？あ、わかります。ちょっとこれ取ってください。ちょっとソーセージ本当に食べてる。ソーセージ派。ソーセージ、ソーセージいいですか？あ、切ります。これに対して踊ってた。ソーセージ欲しくて踊ってるかと思った。はい。もう、今日すごいですね。今さっきも大学今日ね全然マジレスしてない。ちょっと取ろうかな。自分のコップとか持ってた方がいい。自分のコップは加えていきましょう。あ、今日も楽しく一日を過ごさせてもらいました。まあ、ずっと気分は悪いですが、先週末の件で、ただ、まあ一方で、いろんな人と楽しい交流ができているのでいいかなと思います。